自国自里の利益のため第一次から第三次までの長きにわたり忍びはお互いを傷つけ憎しみ合ってきた。その憎しみは力を欲し俺が生まれた。かつて俺も憎しみであり力であり人中力であった。そしてこの世界と人間を憎み滅ぼそうと考えた。今暁がなそうとしていることと、だがこの葉の一人の忍びがそれを止めてくれた。